あの新人でしょう。はいはいはい。と肩が重くて、あまあ、今みたいに泣きますよね。で球種も一体何投げてくるんだと思うんですけど、実際にバッターボックス入ってね、立ってボール見てみないとね、どういうボール投げるかっていうのは分かりませんからね。だから今ちょっとグリップを短くしてるんですよ。短く持ってますね。この黒田のスピードボールに目を鳴らしたいというような狙いもあったようです。おっと、空振り三振です。最後、さあ先ほどはワンアウトランナー満塁でセカンドダブルプレーに倒りましたクリンベルです。2回目のバッターボックスはツーアウトランナー二塁一塁です。ストレートから、いやストレートもちろんストレートなんですが、はい、インサイドの高めなんですよ、はい、まあ、手探り状態なんですかね、だから今はね、多分アドロスのまっすぐのボールから入ろうとしてるんですね、バッテリーは。瀬戸は外にヒットを持っています。その球、あーサード正面。あとはちょっと変化球見てみたいですね、あ今いずれもね3球ともストレートなんでね、楽しみ増えたんですね。松浦にとっては嫌ですねこれは。今日はこのグリーンベルの第3打席はサードライナーでした。しかしワンアウトランナー二塁一塁で平塚です。聞こえました、聞こえてましたという平塚のコメントが入りました。ノーツーです。またね、冷静にいろんなことをね、計算できるバッターなんですよね。得点圏打率が出ています。3割5分3厘。これはこの平塚の存在と大きいですよ、太陽さんとって。大きいですね。何も結果見なくてもね、あとのこういう計算というものは、できました。はい。してきました。流して、どうだ？ライト前。今日はハイヤット、まだヒットはありません。加藤さんからそろそろこの辺が出どころだと。クリーンベル、そしてその存在、追い風を受けるようにこのハイヤット、今日まずこの3打席目でこのチャンスを生かすことができるか。外、ちょっと離した、これも正面、ロペスがすっとグラブを差し出したところにボールが